6月の折り紙、今回はハートの指輪の箸置きをご紹介します。まずご用意いただくのは 5cm×5cm の折り紙です。まず最初に三角に半分に折ります。さらに半分に折ります。中を開いて、下の点が中心に来るように折り上げます。今度は上の点が下のラインに来るように折り下げます。折り下げた点が再び上のラインに来るように折り上げていきます。一度上の部分を引っ張って広げてあげます。そうすると、このように交差する点ができました。その点を通るように細く折ってあげます。90度回転させて、反対側も同じように点の上を通るように折ってあげます。一度開いて、右と左を内側に倒して、中央の部分の袋を、四角く折りつぶしてあげます。できた四角の下半分を上側に折り上げていきます。折り上げたところの点を基準にして、右下の頂点と結ぶような形で斜めに折っていきます。反対側も同様に、中央の点と左下の頂点を結ぶような形で斜めに折ってあげます。今度は一番下のラインが中央のラインに合わさるように折り上げてあげます。さらにもう一度、さらに折ってこのような形になります。この飛び出た三角を下のラインに合わせて折ってあげます。そうすると、ここに袋ができるので、指で引っ張り上げてあげます。左側も同じように引っ張り上げてあげます。右側の角を少しだけ向こう側に折ってあげます。
左も少しだけ折ってあげます。今度は上の飛び出てる部分を向こう側に折り倒してあげます。少しずつカーブをつけながら丸めていき、片方の隙間にもう片方の先端を差し込んであげます。これでハートの指輪の完成です。箸を置いたら折り紙で作るハートの指輪の箸置きの完成になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。